ねえ、まあ、スバルめちゃくちゃ可愛かったよね。この話すると止まらなくなるから、ちょっとほどほどにしておきたいんですけど、いや、なんか、今までのスバルの動きが可愛いのはもうね、周知の事実だったんでね、もう言わなくてもわかるんですけど、でやっぱね、出てくるとね、あ、なんてことってなるよね。しかも、やっぱ彼女はね、ダンスがめちゃくちゃええよ。今回のスバルのダンス見てみなさ。もう、全身で動くじゃんと思って。なんか、もう本当に花火のように踊るやんと思って。なんかもう、うわーってなっちゃった。こう、可愛いっていろんな種類があると思うんですけれど、なんかスバルの可愛いって、なんか、キュートじゃない気がすんだよな。なんだろうな。皆さんわかります？なんか、うまく言語化できないんですけれども、ちっちゃいのに大きくて、それがもうなんか弾けてるように踊ってて、それがすごいね、そう、キュートっていうよりパッションなんですよ。もうアイマスの話になるんですけどね。そう、エネルギッシュ動物的な可愛さがあるんですよね。っていう。そう、やんちゃな可愛さがあるんですよ。スバルの話していいか？いやー、なんか、スバルのさ、ソロのさ、曲めちゃくちゃ可愛かったよね。なんか、振りがすごい難しそうなダンスの振りだったんですけれども。でもなんかすごい、スバルが自分のものにしてて、可愛いって思って、あまりに可愛くてちょっと、語彙がなくなって、ツイート何もできなくなるっていう。もう、ソロのうちはつぶやいてたんですけど、こう、ユニットとかになってくるともういよいよ何も言うことがなくなり、黙ってたんですけれど。そう、ゆいちゃんの曲。振り付け天才だったよね。本当に可愛かった。いやー、もう、ツイッターやってる場合じゃねえってなっちゃったよね。いや、もうねー、スバルと11月やっけな、に話す機会がちょいちょいあったんですけど、なんかもういつも疲れていて、おそらくダンスレッスンが大変ってずっと言ってたからそれだと思うんですけれど、それの成果をね、ライブで見られて、本当にすごいよってなったわ。もう、最高のものを見せてもらいましたわ。まあ、スバルがダンス以外も可愛いのはね、もうもちろんのことなんですけどね。踊ってると、なんか彼女が憧れていたアイドルまんまになるから、それはそれで感慨深いんですよね。やっぱバレパレードもそうだし、ああいう元気のある曲でセンターで踊るスバルめちゃくちゃ輝かしくて、本当にいいですよね。もう一回アーカイブ見たいな。スバルのダンス跳ねてて可愛いんですよね。なんか元気なダンスをオーバーにできるっていうのは本当にすごいことだと思うんです。シクレイは体を使うのが下手なのでよくわかりますが、本当にすごいことだと思うんですよ。今踊る？踊らないよ。私が踊ったら死ぬよ。みんな死んでほしくないでしょ？踊らせるな。親子ダンス楽しみにしてますね。それは、永遠に来ないので、ダンスはダメだろ。死ぬって。私が死ぬって。ハレハレ愉快踊らないの。踊るか。途中で踊るの飽きて、前もと召喚させて帰ろかな。